五代目正福亭昭格は、上方話家。大阪市出身。本名は、竹内梅之助。妻は六代目、林家松楽の娘。次男は六代目正福亭昭格。五枚笹は、正福亭はじめ門の亭絞りである。聖火は代々、大虎という野豪の大工であった、父が二代目、桂文造と信仰があったために十六歳の時に、 素人連で足の家梅崎を名乗り、東目にとなる。この頃には後に落語僧で親しくなる式帝歌優が、いた。1904年11月3日、当時枝鶴だった四代目昇格に入門し二代目に、当たる、光鶴を名乗る。一年間の出生の後、1906年に、三遊派の拠点、第三この花館で、初講座。あと、三遊派を離れ、 ことぶき会の創立に参加、解散後は神戸などを転々とする。神戸にいた頃前座の話し家に、ネタで邪魔されたため六代目、林家ただしらくに、高津の富をで稽古で教わることになる。その時に、将楽の娘と駆け落ちし、長女が誕生する。その2年後に次男が誕生する。帰藩後は新カズ派を経て三遊派に復帰。1918年11月。 二代目枝鶴を襲名。1921年の下月派と反対派の合体、そして翌年の三遊派との合体で吉本入り。1935年3月、五代目昇格を襲名し、北の下月クラブや南の南地下月にて襲名公演を披露する。工場には四代目昇格、二代目、桂美木助、二代目、林家染丸らが並んだ。しかし、 この頃、吉本は漫才に力を入れ始め、情報落語を軽視し始める。昇格は、1936年4月1日に、資材を投げ打って、髪型は梨を創刊、なしを相関。1937年には、ついに吉本工業を離脱。二代目、桂米之助らと共に、情報落語の復興を模索し始める。その後、東成区大、今里片江の自宅を、 学5層と名付け、若手の育成に力を入れる。なお、上型は、なしは1940年4月、49号を最後に、資金不足、紙不足などの理由で廃刊。その他にも1937年9月には、京都、大阪で、上型はなしを聞く会を開いたり、落語をやれる場所があれば、どこでも駆けつけた。1943年3月、 吉本の講座に復帰するが、戦争の空襲で、大阪が焦土と化した。戦後も、終戦の年にいち早く、学後層の再開や情報落語の会を4、天皇寺本坊で開催。1947年3月、文楽座での興業の成功や、9月の恵比寿橋小畜会館にこぎつけるなど活躍。1949年4月には、 関西園芸協会の副会長に就任したが、病で倒れ1950年7月22日に死去。去年66。1949年息子の6代目昇格の話では、臨終の床で得意ネタの天皇寺参りを語り出し、昇格一門に伝わる大事なネタを稽古するつもりであったという。末期の水では、好きな酒を脱脂麺に含んで、 口に含ませると、中中吸い出し、頬に赤みが刺したという。普段は決して威張らない人柄だった。漫才の横山縁達、花菱や茶子が出演した時、落語家たちは、厄みもあって、楽屋で冷淡な態度を取り続けた。隅っこで小さくなっている二人に、なあ、寒いやろ。そんなとこ座ってんとこっち来て火鉢に、とうな晴れ。と声をかけたのが昇格であった。 小道具を大事にする落語家としても有名で、寄せをはしごしていた頃は、一切弟子に小道具を持たさずに、自ら運んでいた。この他にも物持ちは良かった方らしく、戦前の吉本工業の主な寄せの出番表など、今や吉本工業本社にすら残っていない、戦前の髪型お笑い会に関する貴重な資料を、後世に残している。その一つに、初代、 桂文画の文画出席美えがある。得意ネタは、昇福帝お家系を中心に、天皇寺参り、三十国、植木屋娘、ぐっしゃみ公尺、尻餅、次の御用日、宿屋ら、土橋一万歳、千両みかん等。なお、SP レコードには、地獄八景猛者儀を、延大、矢路北地獄の旅として二枚残している。ピアノなどを効果音として使っており、当時から、 斬新なアイデアマンであったことが忍ばれる。その他にも、後世の保存目的で、多くのレコードを残している。1950年4月、恵比寿橋省地区での初代、桂春団地追善工業圏二代目、桂福団地襲名披露において、工場を述べたが、すでに病魔に侵されていて、舌がもつれ、うちの光鶴が、枝鶴になるとき誰が工場を言うてくれんねやろ。と涙ぐんだ。 息子の光鶴は、ヒロポン中毒となっていた。ほどなく死の床についた昇格は、東京から見舞いに来た、桂古文寺に光鶴の面倒を頼んでいる。時勢は、煩悩を振り分けにして、西の旅、法名は、昇格印尺、悟る楽。墓所は、大阪市天王寺区上本町9丁目のことぶき法事。現在、学5層は、平成学5層と題して、 情報落語協会が当時の五代目昇格の意思を受け継ぎ古い資料の収集などを目的などで開け出されている。化け物、カモカの顔、を、疲労弟子に関しては来る者拒まず、去る者追わずの精神で多くの弟子を受け入れた。この教えは六代目が受け継ぎ六代目も多くの弟子を育てた。以下は一般的に知られている弟子のみ掲載。ありがとうございます。